こんにちは。こんにちは。こんにちは。アナさん、今年の目標が、愛知県の、チャンピオンっていうことをおっしゃられてたんですけど、その他になんか目標ないですか？その他、うん、どういう何のスキーのですか？何でもいい。何でもいい。その他、その他か、お金持ちになりたい。頑張ってください。お金持ちになりたいんです。はい、はい、金持ちに。お金持ちになったら、はい、なんか好きなものを好きなだけ食べて、あ、好きなものを好きなだけ食べて、はい、好きなところに行って、なんか今はなんか、あ、こっちが欲しいけど安いからこっちにしようみたいなのをない生活がしてみたい。なるほど、はいはい、夢ですね。ということで、はい、クラウン受験しましょうか。今年の冬は。そうですね、そうでした、はい、言おうと思ったんですけどね、それ、うん、今クラウン受験とお金持ち。お金持ち、はい、今テクニカル持ってるんですよね。はい、持ってます、はい、クラウンは全受けてないですね、はい、受けたことない。はい、じゃあ、はい、どこのスキー場で、え、どこのスキー場で受けますか？高須高須スノーパーク。高須スノーパークで受けようかなと思いますね。はい、じゃあまた日が決まりましたら、ドキドキ。これは冬までのお楽しみですね、はいはい、ちゃんとエリ太郎サンキューの、はい、あのクラウン攻略の動画を見て、はい、攻略できるように、はい、頑張ります。頑張ってください。はい、はい。